こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しております、コラボゼガーです。さあ、お客様の声どう聞くかっていうところで、これは私の場合ですけど参考になればと思いまして、3つのポイントでお伝えしたいと思います。まず1つ、これはお客様を知るということで、事前にお会いできる方がいたらさせていただいております。っていうのもですね、やはりいきなり、私みたいなのがひょこっと出てきて、まあインタビューを、ね、始めてもなかなかこういい声出ない、声聞けないんですよね。緊張もしますし、そうですね、やはりこう、お互いがちょっと馴染むっていうことを大切にしてるんです。馴染めば馴染めほど結構打ち解けていいお声をいただく場合がありますので、ということで、まずお客様と会う、事前にですね、そして仲良くなるというところを大事にしております。はい、終わります。レッツ動画。